和風州長は2018年まで使用されたアメリカ合衆国のプロ野球チーム、クリーブランド・インディアンスのマスコットキャラクターである。インディアンスの選手の帽子や胸に飾られた和風州長の衣装。和風州長はインディアンの漫画キャラクターであり、オハイオ州のプロ野球球団、クリーブランド・インディアンスがチームマスコットとして登録している商標である。 合衆国では20世紀に入り、プロアマのスポーツ競技が盛んになるにつれ、スポーツチームがこぞって、レッドスキンズ、ウォリアー、ブレイブスなどといったインディアン民族をイメージしたチーム名やマスコットを取り入れた。和風州長は、こうしたインディアンマスコットの一つとして、クリーブランドインディアンスが採用したキャラクターである。インディアンスのチーム名は、1915年から、 公式使用されている。ベースボールレラクエリーの公式サイトによると、クリーブランド球団が1915年にチーム名をナップスからインディアンズに変えたのは、その2年前にぶっこしたルイス・ソカレキスにちなんだものであり、チーム名も和風集長もルイスに敬意を示すものだという。キャラクターとしては、ステレオタイプなインディアン民族の男性の漫画化したズガラであり、 真っ赤な顔に、和芝花垂れた目をし、羽根付きのヘアバンドをつけて、白い歯を剥き出し、ニタニタ笑う、ニヤついた顔をしている。球場の看板に使われた絵柄では、左打者である。和風の意味はよくわからないが、ステレオタイプなインディアンのイメージとしての、叫び声などとして解釈される。和風集長のキャラクターは、1947年に、 ユニフォームの袖賞に登場したのが初出で、以来、球団によって使用が続けられていた。特定の民族を動物並みに球団のマスコットキャラクターとして使用するというインディアンマスコットの典型として、この和風州長のキャラクターは長年にわたり、アメリカインディアン国民会議や多数のアメリカインディアンの団体、個人からの廃止要求にさらされ続けている。 全米国人地位向上協会や米国市民権委員会もこの要求に賛同している。インディアン民族のスポーツチームの名称やマスコットでの使用とその廃止要求運動は各界多数のインディアンがインディアン戦争と位置づけている問題である。1972年、当時インディアン権利団体アメリカインディアン運動のクリーブランド支部代表を務めていた。 ラッセル・ミーンズらが、和風州長の衣装は、インディアンの伝統を癒しめているとして、チーム名の変更と、和風州長の使用廃止を求め、大規模な抗議デモを本拠地球上前で行った。さらにラッセルらは、これらチーム名、マスコット使用を、インディアン民族に対する人種差別であるとして、インディアンス球団に対して900万ドルの損害賠償訴訟を起こした。ラッセルは、 この訴訟の中で、球団に対して、私はあなたたちに呪いをかける。あなたたちは、決して、ワールドシリーズに勝つことはない。それは、あなたたちのゴーだとの抗議声明を行った。この抗議と訴訟は、インディアンスのファンの猛反発を呼んだ。ラッセルの元には、インディアンスのファンからの嫌がらせの手紙が殺到し、その中の何人かは、 アメリカインディアンに対する民族浄化を主張していた。あまりの嫌がらせのひどさに、ラッセルは、クリーブランドインディアンセンターの所長を辞任せねば、ならなかった。1992年、AIM は、バーノンベルコートが中心となり、インディアンマスコット根絶のための全国組織、スポーツとメディアにおける人種差別の全国連合を結成。シャーリーン・テッタース、 スーザン・ショーン・ハルジョといった女性インディアン運動家も、インディアンマスコット根絶に向け、連携体制をとって全米に抗議運動を展開し始めた。シャーリーン・テッタースは、インディアンにとって宗長は、高い尊敬を受ける立場であり、このような、にやついた顔で見せ物にされるような存在ではないと、和風宗長を激しく批判している。1994年、インディアンスの新球場。 ジェイコブスフィールド完成に合わせ、反、和風集長を掲げた大規模デモが、球場周辺で決行された。バーノンベルコートたちインディアン抗議者は、和風集長のマスコット人形を燃やして抗議し、バーノンた4人のインディアンが、クリーブランド警察によって、過重放火の罪で逮捕された。1998年、連合メソジスト派協会の東オハイオ会議が、 和風州庁の避難決議の採決を行ったが、2、3の過半数の反対によって却下された。1999年10月7日、クリーブランド、ボストン間でのアリーグ地区決勝戦に合わせ、ジェイコブスフィールドで抗議デモが行われる。2000年、クリーブランド市長ミッチェル・ホワイトは、すべての私有財産からのクリーブランド・インディアンスのロゴの撤廃を議会提案した。 市長と側近たちは、チームが使用している赤い顔をした鍵花のアメリカインディアンの描写は、不快な人種差別主義の象徴であり、私有財産にふさわしくないとし、行政は人種的、民族的ステレオタイプの特徴付けに常に敏感なものですと表明した。この声明に対し、クリーブランド AIM のロバートロシュは、提案された、この政策は長年の悲願であるとコメントし、 対するインディアンスはコメントを避けた。この年5月、クリーブランドで開催された連合メソジスト派協会の代表は、インディアンスのオーナーに攻撃的な衣装を削除するよう申し入れ、以後、こういったインディアンマスコットが存在する都市で会議を開かないと決定した。宗教団体の姿勢変化の背景には、黒人のキリスト系団体からの非難の声の高まりがあった。シオンさん。 アプティスト協会のラリー・メーコン氏は、この和風問題に関して、我々は、これが我々の兄弟であるインディアンの差別的な肖像であり、彼らに対する攻撃であると感じた。私はこれを非常に重要な問題であると思っている、とコメントしている。これを受けて、クリーブランドのウェスタンリザーブ長老会は、インディアンマスコットを使用しているスポーツチームに対して、 新しい衣装を採用するよう促すことを決議。さらに、長老会派の信者に、インディアンを、否定的にステレオタイプ化した製品を買わないよう、申し入れた。11月には、オハイオ市教教区が、和風集長の廃止要求と、教会の信者に対して、インディアンスの衣装製品の不買を求める決議を、採択した。州派のアリソン・フィリップス氏は、報復の嫌がらせへの恐れは別として、 異なった宗教団体が道徳的な問題に立ち向かうために最終的にまとまったとコメントした。2002年4月24日、クリーブランドの地元新聞、シティニズ紙の発行者であるジェームズ・クロスビーがインディアンの主張に賛同し、デモ抗議に加わった。2005年5月19日、米国最高裁判所は AIM のバーノンベル・コートラの1994年に 和風州庁の人形を燃やした抗議に対する主警察の逮捕は憲法修正第一条の言論の自由の侵害であるとする告訴を却下した。オハイオ州最高裁判所はすでにバーノンらに不利な採決を下していた。バーノンは地元市ザ・クリーブランドプレインディーラーのインタビューに対しこうコメントしている。我々が球団やフランチャイズ所有者とメディアの注意を引いたのは 和風の人形を燃やした時だけだった2018年1月29日、クリーブランド・インディアンスは2018年シーズンをもって和風集長のロゴの使用を中止することを発表した。2006年10月にオハイオ大学の複合文化プログラムでインディアンマスコットが社会に与える負の影響をテーマにした映画の制作者を集めたシンポジウムが開かれ、地元の映画監督、 デニス・アートキンスも出席した。デニス・アートキンスは、インディアンマスコットを題材にしたドキュメンタリー映画、和風、ナッシング・イズ・セークリットを制作した映像作家であり、自身もインディアンである。この作品には、和風集長とインディアンズに抗議する多数のアメリカインディアンと人権、アートキンス監督は次のように述べている。このドキュメンタリー映画の中で、多数の反、 和風活動家がこの球団の名称とマスコットがアメリカインディアンに対する人種差別を高級化していると指摘している。出演者の一人エレン・ベアードはチーム名とマスコットが不公平な固定観念を進めるとコメントしている。彼女は和風集長を指してこのドキュメンタリーの中でこう抗議している。多くの人々がインディアンズや和風集長を擁護する人々は このことが何を意味するか理解していないと指摘している。アトキンス監督は実際にそういった人々がチーム名や異常がアメリカインディアンの文化を守っていると主張するといい、無知が侮辱として使われており、実際それはあなたが何も知っていないということを意味しています。社会の多くはまるで無知です。とコメントしている。この映画の中で 白人の男性はまさにそのようなコメントを行っている。たくさんのファンがこの帽子をこむるたびに彼らがアメリカインディアンに敬意を表していることになるんだよ。それだけのことなんだよ。ラッセル・ミーンズはドキュメンタリーの中で1972年にクリーブラント・インディアンズを訴えた際に多数の嫌がらせや脅迫を受けたことを証言している。結局、訴訟は時短となっている。 ラッセルは野球のゲームがなぜそこまでの憎しみを生み出すことができるのか理解できない。私はそのことで家を襲ったりしていない。我々は単に人間として扱われることを望んでいるだけなのにと述べている。アトキンス監督は人々はしばしばスポーツに関して熱心すぎるとし、チーム名とマスコットの変更要求に対してスポーツファンは個人的に彼らを攻撃すればするほど チームとの強い一体感を抱いているとしていて、ドキュメンタリーは教育にはならない。今のところ何も変わらなかった。それは会社の利益の問題だ。結局、チームが和風集長を使い続ける理由の一つは金の問題だろうと述べている。球団が和風の衣装で売り上げる年間収入は2000万ドル以上と見積もられているのである。スポーツトーク、インディアンス、 ロゴの使用を中止へ、先住民への人種差別との抗議を受け米メジャーリーグ、ハフポスト日本版、2018年1月30日19時4分 JST、更新、2018年1月30日19時5分 JST。ありがとうございます。